有リ川の宮、有リ川の宮は、江戸時代初期から、大正時代にかけて存在した宮家。伏見の宮、京急、官員の宮と並ぶ世襲新農家の一つ。第二代、義人新農は皇統を継ぎ、五歳天皇となった。有リ川の宮は、歴代、書道、華道の師範を務めて、皇室の信任厚く、徳川宗家や、水戸徳川家をはじめ、彦根池や、 長州猛都市家、広島浅野や、久留米有馬家などとも婚姻関係を結び、公部ともに密接であった。また、代々、次男以下の子定を門跡寺院に、法神皇、入道神皇として入寺させていた。寛永2年、1625年、御用税天皇の第七御子、皇神神皇が創設。当初の宮号は、高松宮、高松殿で、神皇の祖母、 新城東門院の御所高松でに由来する。後人親王は、徳川秀忠の幼女、亀姫、実父は秀忠の老いで娘婿にもあたる越前藩主、松平忠直をとしたが、志士がなかったため老いにあたる御水の天皇の御子、義人親王が養子子として、第二代となり、花町宮花町殿を名乗った。やがて、義人親王が、 五歳天皇として戦争することになるが、これは、先代、五光明天皇の養子、四季仁志新皇、後の霊元天皇が幼少であったための中継であり、五歳天皇は、自分の御子、雪仁新皇に、高松の宮を継がせて、宮号を、有栖川の宮、有栖川殿に改めた。会合の理由及び、有栖川の宮の宮号の由来は明らかではない。その後、 ゆきひとしんのうのこ、まさひとしんのうがししなく、こうじたため、れいげんの第十七みこ、しょくじんしんのうが入って、第五代を継承し、以後、六代、おりひとししんのう、七代、しょうひとししんのう、八代、たかひとしんのう、九代、たるひとしんのう、十代、たけひとしんのうと、いずれも、れいげんの血統が続くが、1908年に十一代目、 予定の種人をが二十歳の若さで皇居。大正二年、1913年に、竹人新王が皇居したため、旧皇室転半の規定に基づき断絶が確定した。その後は樽人新王被信子と、竹人新王妃以子の、両未亡人が三宅を守っていたが、大正十二年、1923年2月7日に、信子が、同年6月29日には以子が、 相次いで皇居し、翌年の以降の一年祭をもってアリス川の宮は、正式に断絶となった。アリス川の宮の祭祀及び財産は、大正天皇の特使によって、三宮信人親王により引き継がれ、信人新には、アリス川の宮の旧将である、高松の宮の宮号が与えられている。ただし、旧皇室天畔によって、皇族の養子縁組は禁じられていたため、 信人親王が、有栖川がの宮の当主を継承したわけではない。あとに、信人親王は、父けで六代、織りひとのう地を、母けで十代、武人親王の血統をそれぞれ持つ徳川菊子、徳川義信の内村をひとした。有栖川がの宮の本邸宅の場所は、京都、東京時代を通じ、火災消失等による仮住まいの期間を除いても複数回の移転があった。 初代後人親王の時代からほぼ、江戸時代を通し、京都御所の北東部分にあたる猿が辻と呼ばれた場所に、屋敷が存在した。この地は、高人親王時代の慶応元年、1865年に、御所の拡張用地として召し上げられた。翌慶応2年、1866年までに、跡地は京都御所の敷地に編入されるか道路に転用されたため、 建物等の移行は現存しない。代わりに貸しされたのが、現在の京都御苑内で、有栖川の宮屋敷跡の石踏みが立つ、御所圏霊門前の行跡堂、お花畑跡であった、この地は直前まで、松平片森が宿舎として利用していた。この場所に、明治二年、八百六十九年に新御殿が落成したが、わずか三年後の明治五年、八百七十二年、 すでにテントによって東京に移っていた明治天皇からの呼び寄せにより、高人親王も東京へ転従することに行ったため、宮廷の土地家屋は京都府を経て司法省に引き継がれ、裁判所として使用された。現在上京区から巣ま通した立ち売りに立つ平安、女学院大学の学者の一つ、アリス館は、この建物の一部を移築したものと伝えられている。 高人新納より先に、東京へ転居していた。樽人新納は、旧高東藩屋敷、神田小船町、現在の靖国通り、駿河大河交差点付近、旧島原藩屋敷、月橋五門内、現在の日比谷シャンテ付近などを点々とした後、明治4年、1871年に芝浜先町の、旧紀州藩別邸、旧芝利旧温指庭園を本邸とした。 しかしここは、明治8年、1873年に、区内省に買い上げられたため、維新後は、添島種海が住んでいた霞ヶ関一丁目二番地の、旧三田藩屋敷屋と、現在の国会議事堂、敷地南部から国会前帝南地区にかけて、一帯一万1903坪を買い上げ、同年8月28日に移転。しかしこの旧添島邸既存建物が、 老朽化していたため、明治十三年より、都の邸の改築が企てられる。工部所営前局の担当で工事が実施された。そのうちの洋館は、除災やコンドル設計の2階建てで建築され、本邸として使用された。この洋館は、明治十四年、1881年から十七年、1884年7月に、 春工までの3年に及ぶ後期と約47万円、時の費用をかけて建てられ、外国施設の接待施設としての機能も併せ持つ、非常に豪華な建物であり、コンドル博士作集では、早朝なる復興式となし、内部書室の衣装も、とて、この方針によれり、本建物は家出し皇族の御殿を巡洋風に、作りたる講師にして、長く後の模範となりたりと伝えている、 邸宅には前日のコンドル設計の本館、洋館のほか、木造の日本館があって、職員の事務棟などとして使用されていた。また17年4月より、区内省匠課の担当で着手した庭園工事は、翌18年6月に完成し、有栖川の宮邸としての定裁を完全に整えることになる。竹人新能に代替わりした後の明治29年、 1896年には、区内省によって、霞関離宮として買い上げられ、さらに31年には、建物など一切が買い上げられたが、竹人新郎の希望により、明治36年、1903年まで、継続使用された。明治37年2月8日に、三宅から引き渡しがあり、2月13日付で、霞関離宮となったもので、 大正10年より、同12年まで、東宮仮御所となる。また、日本館は後に、関東大震災で庁舎が被災した、定室林野局が、大正1年より、昭和12年まで臨時に使用したが、後に解体されて一部が、静岡県掛川市の大日本法特社に移築された。明治36年12月、隠居した、高人親王が、皇居まで住んでいた。 高島地区三年町五番地の稲屋敷屋と、現在の長田町、内閣府庁舎に新本邸が完成し、同月十七日に移転、有栖川の宮の最後の本邸宅となった。霞関離宮本館と三年町本邸、絶景後は高松宮邸を経て、外務大臣官舎の両建物は、有栖川の宮の絶景後も存在し、関東大震災にも耐えたが、共に、 昭和20年、1945年5月25日の東京大空襲で被弾に延し、終戦後に撤去された。国立歴史民族博物館の急高給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の有リ川の宮漁は以下の通り、二村、千国。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。